Popolo Buff 第30章部族の人々の企み。仲間が誰に殺されたのか分かった部族の人々は話し合いました。すべての部族が会合に出席しました。ガウェックのキチェの人々のせいで私らの娘たち息子たちが次々と犠牲にされているのだ。彼らの神々であるドヒルやアウィリシュ、ハカウィツの力がそれほど強いのであれば、その神々を捕まえて私らの神にすればよいのだ。そうだ、彼らの神々が水浴びをしているところを捕まえてしまおう。でもどうやって彼らの神々を捕まえるのだ。彼らは若者の姿をしているのだから、若くて綺麗な娘たちに誘惑させよう。部族の中から若くて綺麗な娘が二人選ばれました。一人はイシタフ、もう一人はイシプッチという名前でした。お前たちは彼らの神々が水浴びする川へ行って、これらの毛布を洗濯していろ。そして彼ら三人がやってきたら服を脱いで彼らを誘うのだ。そして彼らにこう言うのだ。私たちは首長の娘です。あなた方のものを何かくだされば、あなた方の望むようにします。こうして娘たちは川へ行きました。娘たちは言われた通り服を脱いで裸になり、洗濯をしました。そこへトヒルやアウィリシュ、ハカウィツがやってきました。彼らがやってきたとき、娘たちは恥じらいを感じました。しかし、神々は娘たちに誘惑されませんでした。神々は娘たちに言いました。どこから来たのだ？そして何が欲しくて我々の川にやってきたのだ。娘たちは命じられた通り言いました。私たちは首長たちに命じられてここにやってきただけです。あなた方にあった印を持ってこいと命令されました。トヒルたちは娘たちに少し待つように言いました。そしてバラムキツェはジャガーの絵、バラムアカブはワシの絵、マフクタフはクマバチとハチの群れをそれぞれケープに描くよう命じました。そして娘たちにその三枚のケープを折りたたんで渡して言いました。これが私たちにあった証拠だ。首長たちのところへ持って行きなさい。そしてトヒルたちにあった印です。どうぞこれを着てご覧なさい。と言うのだ。娘たちはこのケープを持って帰りました。村に戻った
娘たちは神々にもらったケープを直ちに首長たちに渡しました。これが私たちがドヒル様たちに会った印の品です。そしてケープを広げて見せました。ケープにはそれぞれジャガー、ワシ、クマバチとハチの群れがたくさん描かれており、とても美しいものでした。首長たちはケープを大変気に入り着てみました。首長はジャガーの描かれたケープを、そして次にはワシの描かれたケープを着て皆の前で回ってみせました。ジャガーもワシも何もしませんでした。ところが最後にクマバチとハチが描かれたケープを着ると、クマバチやハチが飛び出して首長の体をところ構わず刺しました。首長は痛がって叫び声を上げながら転げ回りました。こうして部族の人たちはドヒルたちに負けてしまったのです。